どうもハイボールハイボールいただきます。くーくー、やっぱ風呂上がりのハイボールやばいっすね。いや、しかも今日も一日仕事頑張って、まあ、さらにまた動画撮ってるっていうね、この根性。はい、ということで、チャーハンをね、夜食チャーハンを作りたいと思います。ご飯食べ、僕はご飯食べて寝るタイプなんで。ご飯食べて寝るタイプって新しいでしょ。今回はピーマンチャーハンですね。ピーマンチャーハン、じゃあピーマンチャーハンやっていきましょう。ピーマンチャーハン、ピーマン、まあピーマン切るだけだからね、あんまり絵的に微妙かな。絵的にどうなんだろう。ピーマンを切るだけ。終了だな、もう。まあ、チャーハンがね、一番簡単ですからね。終了終了。はい、じゃあ早速ですね、今度はフライパンに行きたいと思います。あ、ここでちょうどいいな。はい、ご飯をぶち込む。冷凍ご飯めちゃめちゃあるんでよかったですね。冷凍ご飯がめちゃくちゃある。これね、昨日作った男汁ですね。昨日作った男汁がまだ残っておりますよ。マヨネーズもこれ4月19日でもうちょっとですね。やべ、
ピーマンちょっと先入れましょう。ちょっと硬いんでね、ピーマン。今回ちょっとね、あれにしましょう。これね、2010たこ焼きソース。2018年10月25日ということは4ヶ月以上、5ヶ月、これでちょっといきます。いやー、もう賞味期限切れまくりだな。卵がこれいい卵だ。5ヶ月過ぎてる。お好み焼き、お好み焼きチャーハン、あ、お好み焼きチャーハンって新しいな。お好み焼きチャーハン新しくないですか。お好み焼きチャーハン新しいな。あー、でもうまそうな匂いがプンプンするな。レッツゴー、できた。できましたよ。入れていきます。はい、お好み焼きチャーハンでございます。あれ、影ができるな、ここ。ちょっと、なんか。実食。お好み焼きチャーハン実食します。うまい。うまい。オタフクソース。うまい。ちょっと5ヶ月過ぎてるんですけど、うまいな。うわ、うまそう。どうすかこれ、5ヶ月過ぎてる。あー、いいよ。あー、いいねー。
いい。いいねー。見してろ。いいよ。まあ AV 撮影以外ですね。はい。いやこれうまいわ。うまい。やっぱ鹿児島のピーマンって肉厚なんですよね。鹿児島のピーマン肉厚なんですよ。でスープも今日スープ付きですから。スープも見せちゃいますよ。どうよ。ちょっとここがもうちょっとだね。じゃあスープも飲んでみたいと思います。まあ昨日作ったんでね、これね、この熱うまい。あめっちゃ出汁出てますね。1日つけてるから。うまっ。お一日冷蔵保存した結果、豆腐にめちゃめちゃ染み付いてる。はい、ということで今回ですね、お好み焼きチャーハン、お好み焼き、おたふくチャーハンかな。おたふくだよな、たこ焼き、おたふく、たこ焼きチャーハン、たこ焼きチャーハンですね、たこ焼きチャーハン。賞味期限2018年10月25日、たこ焼きチャーハン作りました。多分死なないと思います。以上です。